こんだけライブやんなかったのはこの45年の中で初めてだと思うし、まあそれはやる方もそうだけどお客さんの方だって同じなわけで、逆にお客さんの方はまだ条件がついてて、まあマスクはしなきゃいけないし、大きな声を出すのは何をするのっていう、逆にお客さんの方のが、まあ俺らはねある種もうある種自由にステージ上で表現はできるようにはなったけども、まあお客さんの立場の方がフラストレーションたまるんじゃないかなとは思うんだけども、でもまあそんな中で、まあ、武道館っていう、まあ、ある種こう簡単にはできないし簡単には行けない場所で、まあ、45周年っていうのを、まあ、大々的にできたのはどうだろうな、あのこれはまあお客さんが来てくれなかったら成立しない話なんで、まあ、そういう意味ではあの、まあ、何周年とかとその周年ものとは限らず、まあ、あんだけたくさんの人が来てくれてよかったなと思うし、まあ、それが、まあ、念仏に武道館でこう、まあ、結構できたというか、まあまあラッキーっていうかね、ちょっとした状況でできなくなることもあり得たわけだから、今でもそうだけども、そういう中では節目を武道館でできたっていうのは、まあ本当にみんなの会かなと思ってますけど。